山頂から西を望む棒の折山は、東京都西多摩郡奥多摩町と埼玉県、半能市との境にある標高969メートルの山である。奥多摩と奥武蔵の山域の境にある。棒の折峰、棒の峰、棒の峰とも言う。棒の尾根、坊主の尾根とも言った。棒の折の由来の一つに、鎌倉時代の秩父の武将であった。 畑山重忠がこの山を越える際に杖として持っていた石棒が折れたことから名がついたとされる。奥多摩川百賢者屋から登る登山道沿いにある、祠にはその折れた石棒の型破れと言われる一尺ほどの石柱が祀られている。山頂は非常に広く公園が小規模なグラウンドのような広場となっている。昔は茅野原であった。登山道の情報は 奥多摩ビジターセンターのホームページで確認ができる。いずれのルートも登山道が整備されており、日帰り登山が可能であるが、登山計画書を提出する場合は、大梅警察署、大梅警察署管内の交番、駐在所または、御嶽駅にて受け付けており、警察署には郵送も可能である。狩猟期には目立つ色の服装で登山道を外れないように注意する必要がある。 棒の織山と岩竹石山を結ぶコースは関東ふれあいの道、山荘の道にも指定されている。その名の通り山荘が豊富で、特にスミレの種類が多いことで知られている。ありがとうございます。